外に出たね。 どうやらかなりの高さまで登ったみたいね。 あれって何なのかな。 何かの端末みたいだな。随分思わせぶりだね。どうやら調べてみる必要がありそうですね。いや、それは後回しにしよう。え？さすがは漆黒の牙。気配を断つということは 隠れた気配を察するのと同じか。仮面男ブルブラン、ようこそヨシュア。それにエステルブライト、そしてまさか我が姫と好敵士までともにいるとは。 この怪盗紳士、最高の喜びをもって諸君らを歓迎させていただこう。歓迎って。<笑>なかなか芝居がかった登場をしてくれるじゃないか。どうやらあなたが最初の障害のようですね。<笑>最初にして最後の障害だ。 ここにあるのは中枢と上層に通じるゲートをロックするための端末でね。これが働いている限り諸君は永遠に輪にたどり着けないだろう。アンデッテ。ブルブラン、あなたは 今回の計画のためリベールに来た執行者の中では最も因縁の薄い人物のはずだ。この上、教授に従って僕たちと戦う理由がどこにある。<笑>別に私を教授に従っているわけではない。知っての通り、我々執行者は望まぬ命令に従う義務などないのだ。 人はもちろん、たとえ名手の命であってもね。<笑>教授の人形だった君は少々事情が違っていたようだね。よし、私がこだわる理由はただ一つ、そこに盗む価値のある 美しいものがあるかどうかだけだ。だからこそ私はここに盗む価値のある美しいもの。一体それは何だい。<笑>それは諸君の希望だ。<笑> 逆境であればあるこそ希望というものは美しく輝く。そのきらめきを見るために私はこの場で諸君を待っていた。その結果、夏の花火のように希望が消えてしまった。
私はその極みが見てみたいのだ。さあ、見せてくれたまえ。希望という名の宝石が砕け散る時のきらめきを。勝手なことを抜かしてるんじゃないわよ。ならば逆に証明しましょう。絆が生み出す希望というものが決して砕け散りはしないことを。そして愛があれば希望の灯火は永遠に燃え続けるということを。逃げ場はないぞ。君にふさわしい最後の王は。さあ、美しく散るのに。さらばだ。こんなのはどうかな。
子猫ちゃんたち。 バカな。よもや私の仮面にひびを入れようとは。どう？思い知った？砕け散ったのはあなたの傲慢だったみたいだね。絆が生み出す希望の強さ、分かっていただけましたか？そして希望の灯火を燃やし続ける愛の偉大さ、思い知っただろう。よかろう。ここはおとなしく引いておく。だが教授のゲームはまだ始まったばかりでしかない。今回のような幸運はこれ以上続かぬものと覚悟した方がよかろう。忘れるな。諸君はこの私を退けたのだ。立ち塞がる絶望の壁を乗り越えて必ずや美の高みへと至るがいい。それではさらばだ。どうやら完全に手を引いたみたいだ。誇り高い人だから約束はたがえないと思うよ。そっか。敵ながらあっぱれじゃないか。安心しました。それじゃあ奥の端末を停止させてしまおう。上層に行くためのゲートを開けることができるはずだよ。うん、了解。
これが真の実力や。やれやれ、てこず。これぞ勝利の美酒ってやつだな。
Yeah.